こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこちらのダイソーさんのリユース合紙を使って、レッグオーマーを編んでみたいと思います。えっ、ー、と、このリユース合紙は、えっ、ー、と、何種類かの糸が合わさって、あ、ここにね、合わさってる糸なので、えっ、ー、と、ちょっと細い ものがあったりするので一応試し編みをしてみましたとこれで0号で編んでみたりと2本取りにしてえっと3号針で編んでみたりしてそれがこれですねこんな感じになっていてで途中でレコーマだったから厚みが欲しいなと思ってごま編みをしてみたんですがこんな風にね ループがこう出てきたりして、いや、裏編みなのか、表、表編みのところでかな。なので、ちょっと難しいなと思ったので、ちょっとメリアス編みでこういこうかなと思っています。まあ、3本取りという手もあると思うんですけど、今回は2本取りにして、で、結構ね、分厚いんですよ。でね、前に1個丸々崩した編んだら、39センチの 人生最長のハイソックスが出来上がったような気がするのでえー、っと今回はこれ全部使って2本撮りでも結構長いのはできるんじゃないかなと思いますこのね緑とねちょっとベージュ金色っぽい感じのが合わさったのが素敵で買ってしまいましたそしてですねもう触った感じが柔らかかったので靴下に合うんじゃないかなと思いますただし こんな風にループを作ってしまってはこう爪とかこう引っかかると危ないのでそこを気をつけたいのであんまりこういろんなものと引き揃えたりするんじゃなくて同じもの同士を2本取りぐらいにするのが無難かなと思って今回やってみようと思いますでこのまんまではできないしあと全部使い切りたいのでえっと巻いてこなきゃいけないなと思って 巻いてみたいと思います。そして、二本取りなので、内側と外側から取って、またこう、巻いて、二本取りの状態で巻いて、内側と外側から取って、えっと、三号針で編むという風にしてみようと思います。ちょっと引っかかるかもしれないよっていうのがあるので、まず巻いてみたいと思います。これ巻くときには、 えっと、糸巻き器を上にして、これを床にして、こう、くる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 回る状態にして、ツルツルしてるところで巻くのですが、うん、2回目はどうなるかなまあ、でもやってみて、その感想を述べたいと思います。糸巻きシーンを撮れなくて、どうもごめんなさい。<laughs> 巻いてきました。1回目はうまくいったんですけど、その後2本取りにしたら、 これがないからでしょうかね。すごいスピードだからか、ポーンって何回も飛んで、ゆっくりゆっくりっていうのを心がけて巻きましたが、最初ね、ここの部分ぐらいまではまん丸くなってて、で、四角くやっとなってくれて、ちょっとこうすると硬さがわかるんじゃないかなと思います。これでやっと編めますね。結構長かったので、長い、あの、レッグオーマーになるんじゃないかなと思います。 ということでこの糸を中からと外から出して輪で作り目をしてメリヤス編みをするレッグウォーマーを編んでみたいと思います。どれくらいの長さになるかちょっとこういっぱい引き揃えてるのでそれをこう克服する方法などが思いついたら取っていきたいと思います。2 5センチくらい2目細編みをしてみました。 最初はここのところ作り目のところちょっと穴っぽくてちょっと心配したのですが編んでる間にちょっとかっこいい感じにこう縮んでくれて何よりねなんかふかふか柔らかそうでいいなと思いますと今回は幅を1 1センチにしたかったんですねで、えー、と3号針で編んでいる時にはゲージを取っていって こんな感じで 3mm3 号針は24目で1 0 c m 1号とか0号、4 m m 6号ですね 6mm1cm などもあるのでよかったらスクリーンショットをしてみてくださいまあ人によって違うと思うんですけどで24目だったので 11cm 作りたかったので26目って思ったんですけど2目細編みもしたかったので28目にしてみましたでえっ、ー、と 細編みだとミスがやっぱりあるのであんまり続けたくはないのでこれここからこのあとえっとできるだけミスを少なくするようにアメリカ式でと最初編み物をできるようになった時最初アメリカ式だったので,でアメリカ式だとかけてこう全部引くので。 引き揃えの糸を1本だけ編んんででいないといなとう確率が減るんですよね最後の一段をここで編む様子を撮っておきたいと思います。何が難しいってこの細いベージュが一本だけ余さってなかったりとかするともう気づかずにしているのでちょっと 例えばこう内側とかを見てこうループみたいになってるのがあったら下からこう拾い上げてもう一回編んだりとかをしようと思ってたんですけどこのアメリカ式でしたら大丈夫そうでしたねこれでずっと編むのもいいんですけどもうね断然もう少しね細かいメリアサミの目が絶対可愛いいと思うのでそっちをで編んでみようと思いますえっと輪で 作る作り目はほらこんな風にね編んでないとこがあるのでちゃんとここに通して置いてぺラーンってならないようにしてあこっちの糸かもしれないけどと輪で作る作り目の方は忘れなければ概要欄の方に載せておきたいと思います。ちょっっとこのの糸もも見えづらいっていてうのもあるし なので、そっちの方が参考になると思います。それで作ると、ここを、こう作ってから、ここを、こう作るので、ここに、ここが最後だよっていうことで、ここにマーカーをつけています。ここの端っこにつけると、え、どっちだったっけってわかんなくなるので、この表面の方にというか、ちょっと手前に。でこれで終わりですね。一段が終わり。なので、 次からメリアス編みをしてみたいと思います。アメリカ式はね、こっちにこう引っ張ってしまうので、全部、なんだろう、正確にかけれる、糸をかけれると思います。では、ここからメリアス編みにしていきたいと思います。今回使っているのは、クロバーさんの匠 S という輪針で、コードのここの 連結部分が回るんですねわかりますかねほらでこのコードがピンとしているというのが特徴であと竹の部分この針の部分がシュッシュッといい音がしますああ断然これの方が楽ですね <laughs> でもこれでももしミスが多い場合にはアメリカ式でいきたいと思いますまず確かめながら いきたいと思います。で、前に、暗い糸対策で、他の明るい糸と2本取りとかにするっていうパターンとかを出したと思うんですけど、これも暗い糸で、えっ、ー、と、他の糸と引き揃えるっていうパターンもあるかもしれないんですけど、リユース合紙の場合には、どんな質の毛糸かわからないので、 と、他のものと揃えるのはちょっと難しいような気がして、どういうのと合うか、前にリユース越し2種類をこう合わせて編んでみたりして、もう本当にこう全部拾うのが難しかったんですね。なので、今回は同じもので引き揃えるという解決策に至りました。これで0合針か、もう少し細い針があったら、それで靴下を編むというのもいいかもしれません。 あとですね、なんか編んでて思うんですが、この格子、こう、なんだろう、伸び縮みしなそうっていう感じもするんですね。綿みたいな感じ。でも多分、この緑のやつかなだと思うんですけど、が柔らかくて、 こう編んでても柔らかいなって思います。それを区別する方法はお店で買う時にちょっと端をこうパフパフってしてみるといいと思います。あんまりこう硬いものだったら夏になんだろうサラッとした靴下を編むのに適しているそうな気がするし、えっと今回は柔らかくってあの最初のシーン覚えてらっしゃるでしょうかあの 巻いててる紙のの外側の部分がボコッとなってたんですねそれくらい柔らかくていっぱい巻いてくださってるんだろうなと思っていやーこ,のこれはねお得だと思って買ってしまいました <laughs> そしてねこの深緑とベージュみたいな組み合わせを私は思いつかなかったと思うしやっぱりそういうこの糸ってもともと何かの服とかを作るためにこう あったものでそれで中途半端になった部分をこうやって販売してると思うんですねで、だからつまりその引き揃えを考えたのはプロの方というかなのでこの質とかも糸の質とかこう合わせた方がいいみたいなのを工場の方が決めたと思うのでそれにのっとって編んでみようということででダイソーさんのリユース 格子とか年紙の方は多分編みやすいと思うんですけどですごいいい質のものが110円で買えるっていうのもすごいお得だと思うので時々こうやってこう編みづらさはどうしてもあると思うんですけど編む用の糸じゃなかったと思うので機械で編む用というかでもなんだろう掘り出し物を見つけて編んだり こんな風にずっとメリアサミとか言うのにはもってこいの毛糸だと思います。110円でこんなにお得に楽しめるのはいいことだと思います。そうこう言ってる間に一段終わってしまいましたね。あら、こ,これはどっちの糸かわからない時には上にしてできるだけ引き上げる。映ってるかなこの糸。このね、細い糸がね、時々ね。 編めてなくて。でも、あの区別つかないっていうか、このベージュとこの木の色でね。<laughs> ということで、どんどん編んでいきたいと思います。また何かコツみたいなのとか思い浮かんだりしたら取っていきます。でも、もし終わらなかったりも楽しくてしょうがなかったらこのまま次は完成のシーンかもしれません。 こんなに使いました。この糸ねあの内側から出る方をこう下にしてずっとこうしても倒れずにこうきたんですがそろそろこうして内側からこうで外側からこっちにこう引っ張るととっても楽です。絡まらずに来てくれました。でメリアス編みにして。 こんな感じになりました。結構難しくって、もう一目編めてないのとか、パヤッとこう出たりしてるのとかもあるのですが、直し直し、全部直ってないとことかもこうあるのですが、もうどっちがどっちかわからないので、なかなか難しいですが、とにかく、なんだろう、手編みに見えないくらいかっこいい、柔らかい、あったかそうということで、 楽しんでいます。長さを測ってみたいと思います。なんとただいま三十三四センチぐらいあります。でまだ編めるまだ編めると思ってで残り何グラムか測ってみたいと思います。五グラムなのでそろそろ二目細編みにしてまあ二三センチや。 泡翼ば3センチこっちが2 5センチぐらいだったので3センチぐらいになるといいかなと思いますここまでメリアサミをしてちょっとどんな感じかお見せしたいと思いますえっ、ー、とこれ2本取りにしてこんな3 9ンチとかそれくらい編めるんですよねってことは1本取りだったらあっ1回だったら えと70何センチなんかすごい長さレギンスととかか編めるんじゃないかなと思い思でですねこれもう何本もで1個になってるので1本とか逃しちゃったりここ外れたりすると全部拾うのがとても大変でで向きとかももう逆になって1本だけこう拾う時に逆向きになってももうそのまんま編むとにかく下の段のものかもしれないけど 編むという時には丁寧に丁寧にえっ、ー、とここから糸を全部こっちに拾うようにって思いながら結構集中しながら編んできましたほらこんな風にくじゃってなった時に外さないようにしてできるだけ全部取る。 といいう,うにしていますこうなって次の段の時にね大変なんですよね。でどっかにパヤッと大きいループみたいなのができてたらその上に拾い上げて下からこう拾い上げて一緒に編んでいました。ここでえっ、ー、と長さが1 1センチになるようにしたんですが伸ばして1 1センチより普通に平置きで1 1センチがいいかなと思って。 こんな感じで、ここら辺で4目増やして、で、ここら辺で4目増やして、今36目でメリアサミにしています。で、こう、さらに伸びると思うので、いや、ルーズソックスぐらいにはならないと思うんですけど、ルーズソックスにしたかったら、おそらく13、4センチとか、15センチとかで、ダボダボに編むといいんじゃないかな。いつか編もうと思います。今、ここ36目あるので、 二目細編みそのまんまできますね。思って、そうだこれね、なかなか難しくてフランス式のまんまでできなかったんですよね。こんな感じで編んで、使い切りたいので、いつものように使い切りたい時には、ここの幅の10倍の長さまでギリギリまで編んで、で、伸びる伏せ止めをしたいと思います。 なので、ちょっとこっちがすぼまってるんですよね。こっちを下にしてもいいと思うし、こう、なんて言うんですかかかとをここにこうして、こう履いてもいいぐらいの長さだと思います。いやー、こんなに楽しめるのはね、やっぱ、いや、難しいけれども、こんな、なんだろう。手編みですってわかんないですよね。それがね、いいところです。しかも、1日半くらいね、 編んでいます普段の普段1日くらいで終わるところ1日半ぐらいずっとメリハサミをして集中しながら編んでいてこんなに楽しめるのはやっぱりリユース合紙リユース年始いいなと思います。ということで残りうん3センチくらい2目ゴム編みを編んで。 いやというかギリギリまでもし 4cm 編めたら 4cm 編むし2 5センチだったら 2.5cm 編むしで伸びる伏せ止めをしますレッグオーマー完成しましたで水通しをしてきました長さは全部で3 5センチ、6センチくらいかなあ見えないですよねちょっと待ってくださいね、えー 36cm くらいです。で、えっ、ー、と、水通ししたらちょっと面白かったんですけど、こういう濃い色って、水、なんだろう、水がこう濁ったりとかするんですけど、こう、そういうのもなく、全然なくて、で、あの、押して、こう、洗って、ひっくり返して、こう、伸ばしたりして、ね、で、1分脱水して、 えっと、平干しというか、えっ、ー、と、オイルヒーターの上でこう乾かしたんですが、なんかこうピシッとしてくれてアイロンをかけたかのように、ちょっと硬くなっちゃったかなちょっと硬くなっちゃったような気もします。なので形が整ってくれたんですよ、勝手にというか。なんか何かを入れようかなとかって思ったんですけど、こんな感じになりました。ちょっと近くで編み目をお見せしたいと思います。 こんな感じで全然手編みに見えないという、イエーイ。ちょっと難しいところはあるけど、110円でこんなに遊べるなら、これはありですね、と思いました。2本撮りにしてみて、ちょっと太い針で編んで、こんな隙間ももうないので、これでよかったのかなと思います。今日はダイソーさんのリユース講師で編んだ 長いレックオーマーでした。最後までご覧くださり、どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。